江戸幕府が所有していた軍艦。朝日は朝日、または山の東の意味。江戸幕府が海軍創設のため、初めてオランダに注文した艦のうちの一隻。内輪式の蒸気船で木造スクーナー型コルベット。艦林丸は姉妹艦になる。救命は江戸。維新後、明治新政府の手に渡り、明治政府軍に所属。 箱館戦争に参加し沈没した。遊撃待機、終わり並み南江戸戦争寄付機関戦の図より、加英6年のペリー来航、翌年の日米は新条約締結と、アメリカの訪韓外交にあてた、幕府首脳部は、早急に蒸気軍艦を持つ必要を痛感した。そこで、長い付き合いのあるオランダに相談を持ちかけ、軍艦購入と、 その軍艦の乗組員を養成するための長崎海軍で演習諸設立が決まったのである。注文されたのはコルベット2隻で1隻10万ドルだった。共にキンデル大工造船所で建造され、先にヤッパン号が出来上がって開港された。それから1年足らず、安政5年、江戸号が長崎に着いた。管理丸を開港して来日し、そのまま 第二次練習教師を務めていたカッテン D 家は次のように記している。10月9日、我々は長い間待ちわびた、安林、スクネール船、江戸、また1ヶ月後には、長崎の長崎入港を見た。この美しい立派なに船は、先の寒林丸と共に、日本政府のために、オランダにおいて建造せられたものである。右の内江戸号の方は、将軍家のために、また長崎号の方は、 非善校のために作られたさらに、カッテンディーケによれば、この二隻を開港してきた船長は、どちらも若妻を伴っていて、帰りの便船を待つ間長崎に住んだので、見慣れないその衣装が大評判になったという。一ヶ月余り後、カッテンディーケは、この江戸号で、筑前福岡を訪れる。しばらくの間、江戸号、つまり朝日は、長崎に泊まったが、翌年早々、練習生だった。 かつ回収などを乗せ、江戸へ向かった。当時、築地軍艦総連所において、幕府が所有していた、蒸気軍艦は、万竜丸と、菅林丸、そしてこの朝日丸だった。文久元年、イギリスの長崎領事モリソンが、上位波浪士に襲われた第一次、東前寺事件の時には、八田堀博士を艦長として、長崎へ連絡航海をした。その翌年からは、 同じく、八田堀を艦長として、小笠原諸島開拓のための王冠や、漂着外国船の救助、京犯への幕府用人送迎、将軍護衛などに活躍する。文久3年には、長州藩の外国船砲撃について、施設団を現地へ輸送したが、長州藩兵の攻撃を受けて一時占拠される事態となった。軍事的な出動としては、現時元年、 天狗島の乱における中港出陣が挙げられる。武田幸運祭らが中港に立てこもった際に、朝日丸に出勤が命じられた。到着した朝日丸に対し陸上から砲撃があったが、古式の方だったため、朝日丸の脅威にならなかった。朝日丸は停泊のまま、空砲で威嚇した。老子たち数百名が、漁船に乗り元船を奪いに来たが、 朝日丸は銃砲を使わずに航行を始めたところ、海陸上に逃げていったという。朝日丸は逃げ遅れた一席のみを捕獲し、江戸湾に寄港した。幕府海軍が軍艦を戦場に派遣した初めての事例になった。以降、軍艦としての活動には目覚ましいものがない。一応諸資料では、砲十二門、コルベットとなってはいるが、砲艦といった方がいい大きさで、 あるいは十二門の方も威力のあるものではなかったのかもしれない。新たに幕府が所有した藤山丸や海天丸、そして海洋丸に活躍の場を譲った。朝日丸の最後慶応四4年に母親戦争が勃発して、江戸幕府が和解すると、朝日丸は明治政府の手に渡った。慶応四年四月十一日朝廷に建納、四月十八日引き渡しされた。 なお引き渡し時にはボイラーが破損しており、寄贈はできなかった。肥前出身で、かつて長崎でオランダ海軍の伝習を受けた中村倉之助が艦長となり、明治2年3月30日品川を出港、旧幕府軍を追撃して、江戸地へ向けて北上した。皮肉なことに、明治2年の函館戦争で朝日丸は活躍する。松前攻撃では、 陸上攻撃で170発の砲弾を放ったと言い,い、正木城の矢倉にも命中させた。さらに、函館湾海戦では、4月26日、回転丸の四十近砲に砲弾を命中させるなど、連日活躍を見せた。しかし5月11日の函館総攻撃において、かつては領艦だった旧幕府軍艦版龍丸の最後の奮闘により、 7時30分砲撃が朝日丸の火薬庫に命中し、大爆発を起こして降沈。中村倉之助は重傷を負いながらも一命を取り留めたが、副長夏秋、又之助はじめ乗組員の80名が戦死した。海中に投げ出され、救助された乗組員のうち、さらに6名が死亡した。函館式士役海軍戦士彦の戦いを士役と、称し、 箱館戦争終結後の間もなく、朝日丸の組員戦死者を弔う、岸役海軍戦士碑が、箱館山に建立された。ありがとうございます。